どうも、両生類サックス付近の長の会計担当の長です。よろしくお願いします。はい、もうね、今日本題にスカーンとすぐ入っていきたいんですけどね、あのタイトルにさ、趣旨が書いてあるじゃない、大抵の動画って。なんかね、それに関してごちゃごちゃいろいろ喋るの、無駄だと思うんですよね。ということで、スパーンと本題に入りたいわけなんですけれども、なんと私って貯めるのも無駄だよね。言ってんだからね。書いてある通りです。収益化、達成しました。イエーイ。ただ、ちょっと待ってください。皆さんが思い浮かべている収益化とは、おそらくちょっと違うので、これを最初に説明したいと思います。おそらく皆さんが収益化と聞いて思い浮かべるのといえば、動画の最初に、広告が流れたり、最後に広告が流れたりして、これの広告が再生されるとお金が入るというね、いわゆる広告収入っていうのを思い浮かべると思うんです。1再生 0.7 円みたいなね、のをイメージすると思うんですけど、これは僕のチャンネルではまだできてません。じゃあ何ができるのかというと、皆さん他にあの YouTube で収益が上がる方法いくつかあるのをご存知でしょうか。メンバーシップ、だとか、スーパーチャット、ライブで投げ銭のやつですね、とか、あとはグッズ、とか、まあそういうのがありますけど、メンバーシップ、スパチャ、ストアが、僕のチャンネルでできるようになりました。で、なんでその広告収入とかはなくてメンバーシップとか、その辺だけできるのかと言いますと、確か去年だったと思うんですけど、2023年だったと思うんですけど、収益化の基準が一部緩和されたんですね。それまでの基準といったら、チャンネル登録者数が1000人以上、で過去1年間で動画の再生時間が4000時間以上という、基準があって、これをクリアすると収益化ができるよということになっていたんですけど、メンバーシップとかスパチャとか、こういうのはチャンネル登録者数500人以上、過去1年間での動画の再生時間が3000時間以上という、ちょっと緩めの、基準で、こういうのが解禁されることになりまして、で私のチャンネルめでたくこの度過去1年間での動画の再生時間が3000人を超えたということで、メンバーシップ、スパチャ、グッズ、こういうのが、できるようになりましたという、そういう報告でございます。これもですね、普段動画見てくださってる皆さんの、おかげです。本当にありがとうございます。たくさんの皆さんに支えられて、こうして収益化ということに愛になりましたので、ご報告させていただいている次第でございます。ありがとうございます。登録者数は1000人っていうのは、まあまあ去年の夏ぐらいには、言ってたんですよね。6月に確かチャンネル登録者数1000人は超えてて、わーいってなったんですけど、残念ながらその時は再生時間がだいぶ足りなくて、2000時間ギリ行ってたか行ってないかぐらいだったんですよ。で、収益化が全くできなかったんですけど、この半年ちょいぐらいで過去1年の再生時間3000時間という基準をクリアできました。ありがとうございます。まあ広告収入の方もまあ一応、目指して、あと再生時間1000時間増えるように頑張りたいと思います。このね、再生時間っていうのがクセモノでですね、過去1年間のっていう期限付きなんで、1日経つと1年前の、時間は消えていくと。ここの分がね、どんどん落とされていっちゃうので、1年前よりも多く再生されないと増えないというね、結構大変なんですけど、もう1000時間、これがねぐっと増えていくように頑張りたいと思います。で、この動画ですね、まあ、ただ報告というのもあるんですけれども、メンバーシップ、ぜひ参加してくださいというものすごく生々しい動画でもございます。メンバーシップご存じない方もいらっしゃるかもしれません。僕もですね、実際に他のチャンネルのメンバーシップ入ったりはしてないので、ちょっとよく分かってなかったところがあるんですけど、簡単に説明をしたいと思います。メンバーになるっていうボタンがチャンネルの画面に出てくるんですけど、それを押してチャンネルのメンバーになると、そのチャンネルが設定したいろんな特典が受け取れるようになるっていうね、そういうシステムです。その代わり、月額何百円とか、まあ安いと100円ぐらいかな、お金払って、特典を受け取るっていうね、そういうシステムになってます。代表的なものとしては、そのチャンネルのメンバーですよっていうことの証になるバッジが、
アカウント名の横につく。多分そのチャンネルにコメントとかチャットとか、送った時だけだと思うんですけど、そういうバッジがつくというのとか、コメントとかチャットとかでそのチャンネル独自の絵文字が使えるとか、あとはそのメンバーシップに加入している人限定の動画が見られるとか、そういう特典があります。そのメンバーシップっていうのを、私も、準備しましたので、興味ある方はぜひご参加ください。で、その僕のチャンネルのメンバーシップの、紹介をちょっとさせてもらいたいと思います。じゃあちょっとパソコン失礼して紹介していきますね。はい、今映っていると思いますが、こちらが僕のチャンネルのダッシュボードというね、まあチャンネルの今の大体の概要がざっくり見られる画面です。まあ割と隠してあると思いますけれども、こういう情報をあんまり細かく見せちゃいけない風な雰囲気があるので一応隠してます。で、ここにですね、ダッシュボード、コンテンツ、アナリティクス、コメントといろいろありまして、ここに収益化というのがあります。こちらを見てみましょう。で、開くとこういうね、画面になるんですけど、もしかしたら隠れているかもしれませんけど、いろいろとメンバーシップというのがございますね。こちらを見てみましょう。まあ皆さんにとって大事なのは特典が何よってことですよね。これ見てみましょう。特典がですね、まあいろいろ自分でカスタマイズはできるんですが、僕の場合2段階設定しました。まずこちら、ちょっと野長の皆さんという190円で受け取れる特典、メンバー用バッジ、それから絵文字、それから次の動画の匂わせ投稿を、見ることができます。まずこのメンバー用のバッジというのが、こちらとなっております。8種類ございますね。まず新規メンバー、メンバーシップに加入すると、まずこのグレーの、バッジがつきます。で、1ヶ月経つとピンク、3ヶ月経つと紫、6ヶ月半年で緑、1年で青、2年で赤、3年でオレンジ、で4年経つとこの集中線、一番ランク上の、なんかランク上って感じ全然しないんですけど、この集中線がついたやつが、4年経つとバッジがつくようになると、そういうことになってます。僕の方から見てもですね、コメントとかもらった時に、あ、この人ずっと見てくれてる人だなとかパッとわかるのでありがたいですね。で、こちら絵文字がですね、4種類今のところ使えることになってます。絵文字はですね、こちら4つ、今のところ設定しております。どうやらメンバーシップの人数が増えるとこの絵文字も増えるみたいなんですけど、差し当たり2人になったら、もう1個追加されるみたいですね。それからこの次の動画の匂わせ投稿、こいつですよね問題は。こいつ何かと言いますとですね、コミュニティ機能つって、文章とか写真が投稿できる機能があるのご存知ですかね。僕も時々やってるんですけど、そこでですね、メンバーの人だけが見られる投稿っていうのが作れるようになったんです。で、僕はですね、次の動画の匂わせということで、次の動画の匂わせ投稿みたいな投稿を時々します。どんな動画が投稿されるか予想しながらお待ちくださいと。次の動画に関わる、なんかものだったり、あとは多重録音なんかを時々投稿するので、その曲のヒントみたいな、ものだったり、そういうのを、投稿していこうかなと思っています。こちら190円、まあ大体200円で受け取れる特典がこの3つということになってます。バッジと絵文字と、メンバー限定の投稿で490円、野長の皆さんというのに入っていただくと、今のバッジ、絵文字、投稿に加えて、もう一個メンバー限定の動画が、見られるようになります。で、そのメンバー限定動画の内容なんですけど、まあ主に今のところ考えてるのは、投稿した動画からカットされた素材だけを全部集めた、動画というのを出そうかなと思ってます。日本によっちゃ面白いのかな。あ、今日の僕の動画もね、カットした部分全部つなげたやつをメンバー限定に投稿してますので。途中で言葉に詰まってとかやってる時間が、寄せ集められた奇名動画が、多分上がってますので、ね、メンバーシップ入ってくれたら500円払ってみるもんか分かりませんが、まあ、入ってくれたらそれが見られるということになってます。まあ、それ以外のものもね、多分何かしらはあげると思うんですけども、ちなみにですけど、まあ、一応音楽系のチャンネルなので、
まあ、たまに著作権関係で本当に使えないシーンとかあるとは思うので、そういうのは載せませんけど、それ以外のもう使える切り落とした素材は全部つなげて、動画として、メンバーシップ限定の動画として投稿したいと思いますので、そういうのとか、あとは、まあ、とりあえず一番最初はメンバーシップへようこそみたいな動画を投稿していると思われますので、そちらを、まずはご覧いただいて、その後いろいろ楽しんでもらえればいいなと思います。という感じで、メンバーシップ始めたいと思いますので、興味のある方は、本当に興味ある方だけでいいです、ぜひお願いしますと言いましたが、まあ本当に興味ある人だけでいいので、まあ よろしければ、メンバーシップ参加してみてください。よろしくお願いします。ついでに言っておくと、メンバーシップ以外にもスーパーチャットが、僕のライブ配信でできるようになりました。できるようになりましたっつってね。まあ、やりたい人がいればですよ、これも本当に。全然、うちのチャンネルのライブ配信、ほとんど見る人いない上に、コメントなんて全然来ないので、スパチャ投げなくても絶対拾ってもらえますから、全然やんなくていいんですけど、お金が有り余って困ってるわ、私っていう人だけが僕にスーパーチャット投げてください。それから、ショッピングっていうのも、できるようになったんですけど、ストアと連携してグッズを紹介できるんですけど、グッズはめんどい。グッズはめんどいよ。いくらなんでもめんどい。そんなね、準備する時間もお金も確保できなくはないのかもしれないけど、だるいし、一人でやらないといけないからね、めちゃくちゃ大変だと思うので、やりません。強いて言えば、楽譜とかは販売できるかなと思ったんですけど、まあ、そういう形のないものはグッズとして、できないらしくて、まあ、だからグッズの販売はとりあえず当面予定はありません。まあ、ただ自分で作った曲投稿してある動画の概要欄には、こちらの楽譜ここで売ってますっていうリンクを貼ってあるので、そちらは良ければ見てください。僕のチャンネルの再生リスト開いたら作曲っていうリストがあって、それ開いたらその中にある動画は楽譜販売してますので、まあ、してないのもあるかもしれないけど、してますので、僕の書いた曲の動画見てやりたいっていう人がもしいたら、楽譜買ってみてください。グッズじゃないですけど、まあ僕のチャンネルでギリグッズっぽいのはそれかなということで、よろしくお願いします。以上、メンバーシップ、スパチャ、それから、楽譜、興味のある人は、こちらよろしくお願いします。ということで、収益化達成しましたというね、まあ第一段階ですけど、とりあえず一旦収益化達成、これまでの無賃労働 YouTuber から、プロ YouTuber についになりましたというね、ご報告、それからメンバーシップの、ご紹介という動画でございました。ちょっとまあね、単なる報告の動画でしたけれども、まあ皆さんに支えられてのことですから、ちょっとぜひ報告をさせてほしいなということで、動画にしました。これからもですねというか、これからは本当に、まあそのスーパーチャットとか、メンバーシップとかもそうですけど、これからチャンネルが成長して本当に収益が YouTube に出るようになったら、その分、もっと YouTube 力入れてこういうこともやってみようかなとかできるので、やっぱね、何事もそうですけど、まあ趣味とはいえランニングコストがあんまりにもきついとやっていけないっていうところはあるので、まあね、これで YouTube で収益が出るってなれば、そのおかげでこういうことができるとか、長く続けられるとか、そういうのにもつながってきますので、まあ、よろしければですけど、よろしければ、ちょっとメンバーシップ入ってみようかなとか、スパチャは全然いいです、本当に。スパチャはさすがにいいです。申し訳ない。楽譜買ってみようかなとか、もしよければ、やってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、それからメンバーシップのご参加、よろしくお願いします。ありがとうございました。よい、シャット。